中区で活動しております弥生と申します。弥生アクト19、今年の作品の名前をシオンと名付けさせていただきました。今年のテーマは終わり時間の弥生の世界観を精一杯表現させていただきます。終わり時間論というのは、そうですね、樹木寺観音、笠寺観音、荒子観音、龍泉寺、この4つからなるのが終わり時間論となっております。精一杯踊らせていただきます。それでは皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。時間の音が影に咲く、湖面に揺れるその花は、水面に桃を描く花の白く香るひとひら、さまひらなく水が
ありがとう。はい、弥生の皆さんありがとうございました。さんの弥生の皆さん。